免疫抑制とは、免疫系の活性化能力や有効性の低下を意味する語である。免疫系の一部は、免疫系の他の部分に対して、免疫抑制作用を有しており、また、他の疾患の治療に関する副作用として、免疫抑制が起こることもある。一般に、意図的な免疫抑制は、臓器移植の際の体の拒絶反応を抑止するために実施される。さらに、骨髄移植後の移植変態宿主病の治療や、全身性エリテマ等です。関節リウマチ、シェーグレン症候群、クローン病などの自己免疫疾患の治療にも使用されている。一般的には薬剤を用いて行われるが、手術や血小交換法、放射線を用いる場合もある。免疫抑制療法を受けている患者や、他の理由で免疫系が弱っている患者は、免疫不全状態と呼ばれる。アザチオプリンホワイトブラッドセルズ免疫抑制薬の投与は意図的に免疫抑制を誘導するための主な方法である。最適な状況では免疫抑制薬は主に免疫系の過活動成分を標的とする。免疫抑制薬が必要な癌の寛解期にある患者が再発する可能性は高くない。放射線療法はその歴史の中で免疫力を低下させるためにも用いられてきた。ブリガム&ウィメンズ病院のジョセフ・マレー博士は免疫抑制に関する研究で1990年にノーベル生理学・医学賞を受賞している。免疫抑制薬は免疫不全を引き起こす可能性があり、日和見感染症の罹患率を高めたり、免疫のがん監視機能を低下させたりする。免疫抑制薬は自己免疫疾患等で正常な免疫反応が望めない場合に処方されることがある。ステロイドは最初に発見された免疫抑制薬の一種であるが、初期の化合物には副作用があり、その使用は制限されていた。副作用がより少ないアザチオプリンは1960年に発見され、1980年にシクロスポリンが発見されたことにより、ドナーとレシピエントの適合性が低いペアへの臓器移植が大幅に拡大され、肺移植、膵臓移植、心臓移植にも広く適用されるようになった。臓器移植後、ドナーとレシピエントの間の非白血球型抗原の違いにより、体はほぼ必ず新しい臓器を拒絶する。その結果、免疫系が新しい組織を異物と認識し、白血球で攻撃して除去しようとするため、提供された組織が死滅してしまう。拒絶反応を防ぐために、免疫抑制薬が投与されるが、治療中は感染症や悪性腫瘍にかかりやすくなる。ルキミアヒート的な免疫抑制は、例えば、毛細血管拡張性運動失調症、補体欠損症、多くの種類のがん、ヒト免疫不全ウイルス等の特定の慢性感染症などで起こる可能性がある。ヒート的な免疫抑制は、細菌やウイルス等の病原体に対する感受性が高まるという望ましくない効果を及ぼす。免疫不全は多くの免疫抑制薬の潜在的な副作用でもある。この意味で、免疫抑制という用語の一般的な範囲には、免疫系の機能を低下させる。有益な効果と潜在的な有害な作用の両方が含まれる。B 細胞不全症や T 細胞不全症は先天的または後天的に発症する免疫障害であり、その結果免疫不全症を引き起こすことがある。ありがとうございます。